バルマセダは、スペインバスク州ビスカヤ県のムニシピオ。公式名は、バスク語のボールマセダ。ビスカヤ県の西部にあり、コマルカとしては、エンカルテリに属している。ビスカヤ県の県とビルバを、カンタブリア州やカスティーリアイレオン州からの距離が近く、ビスカヤ県で重要な役割を果たしている。スペイン語で、国を意味するバル、バスク語で、 ブドウ畑を意味するマハージータの組み合わせがバルマセダの語源である可能性がある。二つの単語が結びついてバルマハージータとなり、最終的にスペイン語ではバルマセダ、バスク語ではボールマセダとなったとされる。町が公式に設立される前にもバルマセダがある場所には何世紀にもわたって住民が住んでおり、また古代の牧歌的活動の証拠も見られる。 自治体の東端部には古代ローマのマイルストーンがあり、今日のカストロールディアレスとエレーラでピスエルガをつなぐ、ピソリカ・フラビオブリが道路に属していた。この道路は少なくとも1世紀には使用されていたと考えられている238年と記されたマイルストーンである。街で最も古い橋は同時期に建設されたとされているが、数世紀後になるまで、 その存在を示す証拠は残っていない。今日バルマセダが位置する領域はメナダニに属し、9世紀にはすでにカスティーリャ王国に含まれていた。結局この領域はナバーラ王国によって征服されたが、カスティーリャ人は1175年にこの領域を取り戻し、カスティーリャ王はボルテード領主でビスカヤ領主の血縁であるロペサンチェスでメナニ城とした。ロペサンチェスは おそらくかつて集落があったのと同じカダグア川の河岸に村を設立し村にログローリョの特権を与えた。村が設立された理由には山に囲まれて守りの固い領域であることカスティーリアとビスカヤを結ぶ商業道路の途中にあることなどがある。ビスカヤ領主のロペディアス2世であるがレオン王アルフォンソ9世の娘と結婚した際ロペは バルマセダとオルドゥニアの領域を手に入れ、バルマセダの村は、ビスカヤ領主の土地に設立された。1234年、ロペは自治体検証を承認し、バルマセダを町として設立した。しかし、このビスカヤ発の組合は長くは続かなかった。1255年、ディエゴロペス三世でアロが起こした紛争が原因で、町は再び、カスティーリアの町に転換された。 1274年には再び、ビスカヤの町に戻ったが、アルファロでロペディアス3世デアロが人を殺す事件を起こしたため、カスティーリアンチョ4世の命令で、1288年には、再びカスティーリアが町を手に入れた。その後、ディエゴロペス4世デアロがバルマセダを、ビスカヤの町に復帰させたとされる。ビスカヤ地方とカスティーリア地方の間で起こった争いの後、あと、 1312年にバルマセダは再びカスティーラ王国に統合された。しかしその後には村自身がビスカヤへの統合を要求し、1388年には再びビスカヤに組み込まれた。スペイン軍とフランス軍が戦った半島戦争中には1808年11月5日のバルマセダの戦いの舞台となった。バルマセダの視聴者バルマセダは、 ビスカヤ県の南西部にあり、県とビルバオから 30km の距離にある。コマルカとしては、エンカルテリに属し、西は、アルゼンタレスと、北は、ソプエルタと、東は、サリャと、南は、カスティーリアイレオン州ブルゴス県の自治体と接している。バルマセダ付近はとても山がちな地形であり、オルトンテ山地のコリツサ山、カント山、テレロス山、ラガルベア山などに囲まれている。 バルマセダを流れる最も大きな川はカダグア川であり、バルマセダが位置する狭い谷を形成している。カダグア川は他の小河川、アセボ川、コリサ川、トゥエロス川、アンゴストゥラ川などを集め、ビルバオの北でネルビオン川と合流してから、やがてビスケー湾に注いでいる。カダグア川はバルマセダの町にとって歴史的に重要な河川であり、町の紋章に描かれている。 エンカルテリーの他地域やビルバオに向かう手段として、東西方向に走る道路の装備マイナス636号線やスペイン狂気鉄道の路線がある。フィブの路線は、バルマセダを通って、ビルバオとカスティーリアイレオン州レオン県レオンを結んでいる。フィブの路線は、バルマセダの東数キロにあるグエニエスで南北に分岐しており、もう一方の路線は、 ビルバオとカンタブリア州サンタンデールを結んでいる。道路交通では、ビスカイバスの路線がビルバオとバルマセダを結んでいる。ありがとうございます。